すげえ！霜降りの牛肉。これで12,500円ですよ。12,500円。たっけー。どうしたんですかバンプ様、こんなレベル高い牛肉。ペットでも死んだんですか。違うよ、たまには最高の食材で最高の贅沢をしてみたくなることとかあるでしょ。今日はみんなで最高のすき焼きを食べようよ。バンプ様レベルマックス。俺長生きしててよかったっす。野菜だって無農薬だし、卵も洋ドラ、割り下も昆布とカツオで手作りしたからね。すげー。ああ俺なんか緊張してきた。早く割り下入れてくださいよ。ミミグミグミグミミグミグ。慌てないの。最初は砂糖と醤油で肉を焼く関西風で肉を楽しんで、その後割り下で野菜と一緒に煮込む関東風で食べるから。俺初松坂です。うん、世界征服を目指す者としてやっぱり本物を知っておかないとね。私はそう思うよ。じゃあ食べようか。また、はい。おお、いい時に来たんじゃないの、すき焼きか。マジか。おいおい、すっげえ肉だな。なんかいいことでもあったのか。俺を倒すいい手口でも思いついたか。あ、いやー、しかしよ、すき焼きって一番うまい牛肉の食べ方だと思わねえ。まあ牛丼屋もそうだけどよ、なんでこう甘辛い味付けと合うんだろうね、牛肉って。お、ホットプレートあったけぞ。もうおい、ほら早く割り下入れろよ。だんだよ、いつもやられてるくせによ。本当に本当にマジで痛いんで。ちょっと肉にホコリがつくじゃないですか。なんだよおめえら。あ、うん、ああ、そう、招かれざる者ってわけだ俺は。え、そういうわけじゃ。はいはい、わかりましたよ。お邪魔虫は退散しますよ。あ、ああ、悪いことをしたかな。いや、いいんですよ。悪いことしたって、俺ら悪の組織なんですから。そうだよね。っていうか、レッド最近ちょっと甘えてません？うちでご飯食べるのが当然みたいに。そうですよ。別に職員もらってるわけでもないのに。そりゃそうだけど、今回のことはいい薬になったんじゃないですか。そうだね。よし、じゃあ気を取り直して食べよっか。待ったか。落日の時だ、サンレッド。絶望の闇に落ちてゆけ。ツインデザーだ。みんな大丈夫？あ、レッドさんすぐに正座させますんで。え？どうしたんですか？怒ってる。え？レッドさん怒ってる。え？何がですか？あっさりしすぎてるよ。あっさりって、一撃で倒されるのはいつものことで。いつもなら私たちを倒した後説教したり嫌味をたっぷり言うじゃん、あの人。今日だっていい肉食った意味ねえなお前らくらいは言われるだろうと思ってたのに、話もせずに帰っちゃったよ。あ、何か大事な用事でもあったんじゃないですかね。レッドさんに大事な用なんてあるわけないよ。怒ってるんだよ。昨日すき焼き食べさせなかったの根に持ってるんだよ。もうなんでだよ、怒られる筋合いねえじゃん。あ、もしもし、かやこさん。私、いえいえ、どうもその説はお世話になりまして。またまたお上手なんですから。ええ、実はダメ、やっぱりレッドさん電話に出てくれない。次の対決どうしましょう。もう友好的な敵対関係を築いてこられたのに。対決のアポ取れないんじゃ、次回はテロにしますか。テロなんてガン無視だって。舐めちゃダメあの人。もう切れてくれる方がよっぽどいいよ。冷戦ですもんね。なんとかしないと。はい。何しに来たんだてめえら。レッドさん夕飯まだですよね。ああ、冬はやっぱりお鍋ですよ。
かよこさん、かよこさん、お鍋しましょう。あら、バンさん、きったね。かよこを味方につけんじゃねえよ。全然臭みがないのね。でしょ、取りたてじゃないとこの味は出ませんよ。さっき届いたばかりなんですよ、そのあんこ。うちのハンマーヘッツくんが茨城の枚方まで行って素手で捕まえてきたの、あんこ。あの子泳ぎ得意だから。得意って魚じゃねえか。南のフグに北のあんこって言われるくらいですからね、あんこは。どうですか、レッドさん、美味しいでしょ。別に。あんこはコラーゲンたっぷりですからね。明日になったらお肌がプリップリですよ、プリップリ。みんなで食べると美味しいわね。そうっすよね、美味しいです、プリップリ。っていうか、なんで怪人たちまで来てんだよ。だから聞いてんのか、何度も言わせんじゃねえよ。お前らにまともな記憶力があるのかって言ってんだよ。昆虫だってもう一度マスだぞ。お前よく見てみろ、ちょっと。やっぱりこうじゃないとね。はい。何喋ってんだこれ。はい、すいません。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。袋閉じの実力真夏のドキドキ体験が何か鋭利なもので開封されてる。あ、バンプ様だ。え、付きやりめーん。あー、大丈夫か。一本痛い。いや、今の汚いっすよ、アントキラさん。今の汚いっすよ、アントキラさん。てか、試合中に横向くやつが悪いんだろ、バカ。しっかし、スコーンと決まったな、アニメみたいによ。アニメ？ほら、やってたろ、深夜。その剣道のアニメ見てたらよ、昔の血が騒いじゃってよ。昔の血？俺昔剣道やってたからよ、高校の時。月に一度。月に一度？体育の授業でな。え？それって単なる洗濯事業じゃないっすか。そうだよ。ほら、もう一丁行くぜ。まだやるんですか。学校帰りの女子高生に通報されますよ。恥ずかしいっすよ。恥ずかしいっすよ、じゃねえよ。剣道やっとけば対決の時に役に立つかもしれねえだろ。そりゃそうです。まさにファイヤーブレード ついに出ました、必殺のアトミックファイヤーブレード。ちょ、アントキラさん、剣道のルールくらい教えてくださいよ。ほら、僕たち初めてなんですから。僕たち初めてねんすけれ。てか、アホかてめえ、余ったれんな、そんなもん盗めたか。技を盗めってなら分かるんですけど。ルールを盗めって。たくよ、全然相手にならねえな。なら俺が相手してやる。へぇ、アトミックファイヤーレード。バカだねお前ら。アトミックファイヤーブレードはヒーローの必殺技なんだぞ。怪人のお前が使ってどうすんだっつうの。ちょ、レッドさん、しないじゃないじゃないですか。素手じゃないですか。アトミックファイヤーブレードじゃなくてレッドさんのチンピラ聖剣付きじゃないですか。そっかそっか。じゃあしないでやってやるよ。え、これいい仕事できそうだわ。あ、バンプ様だ。だったらどうした。大丈夫っすか、アントキラさん。黙んなよ。いつレッドのやつも見てたのかよ、アニメ。